どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。来週月曜日からですね、ジンギル物語シリーズの復刻が決定いたしましたが、今回はですね、こちら、既存キャラの強化情報を見ていこうと思います。はい。今回ですね、新キャラ2体追加に加えてね、既存キャラかなり強化入っております。全部見ていこうと思います。動画時間長くなると思いますので、サクサクっと見ていきましょう。まずは変身前から、杖4つ、バインドプラス封印と、バインド耐性が追加されております。変身前進化担当は変わってません。進化後、うわ、えぐー、なんだこれ、めちゃくちゃ変わってるやないかーい、なんだこれ、すごい。まずはグリゴリから、覚醒、2way6 個、指延長プラス、バインドプラス封印耐性です。なんだこれ、2way6 個じゃない。2way12 個だこれ、はぁ、2way プラス6個だから、これ2way12 個や。で、ステータス9285325365、攻撃力も上がってますね。まあ、変身キャラなんで21億マックスなんですけど、100式とかだったら全然強いと思う。スキルは1ターン受けるダメージを激減、ダメージ無効、貫通、6解除、引き、回復、3色時変化が6ターンです。はい。もともと7ターンだったのが6ターンに変わって、かつ6解除もついてますね。はい。で、リーダースキル。体力タイプの全パラが4倍毒ダメージ無効、非域の同時攻撃で攻撃力が6倍、固定500万ダメージです。まあ、このキャラ軽減自体はないので、ちょっとそこの使いづらさっていうのはあるんですが、もう元の形態と考えたら全くの別キャラよな。まあ、軽減は相方で埋めてあげるとすれば全然使えるとは思うので、かなり優秀なキャラになってると思う。で、体力タイプ追加もね、今めっちゃ増えてきてて、特にキングダムの時から体力タイプのね、武器はかなり増えてますので、まあ、リーダースキルもかなり使い勝手良くなってるんじゃないかなと思います。これは強そうですね。まあ、また実際に使ってみます。はい。で、グリゴリ武器です。爪2つ、封印2つ、チーム HP、HP 強化になりました。捨て上がって、スキルは6解除、引き回復、3色時に変化、2ターン2コンボ加算にダメージ無効貫通が12ターンとなっております。これがグリゴリ武器です。はい。さあ、続きまして、ディーナ。まずは変身前、封印無効感2つ、指延長プラス、バインド耐性プラスが追加されております。はい。さあ、続きまして、こちら変身後ですね、覚醒、封印無効感2つ、10強2つ、指延長プラス、 L 字バインドプラス、悪魔キラーです。火力は10強10強、無効感無効感だからもう普通か。スキル変わっておりません。水356、1ターン回復、水の攻撃力 1.5 倍と、リーダースキル、攻撃タイプの全パラが3倍、7コンボ以上でダメージを 25% 軽減、水の2コンボで攻撃力7倍、3コンボ加算、固定1ダメージです。まあ、こっちはなんか別に普通って感じかな。もちろん男子って弱くはないしね、めちゃくちゃなんかぶっ壊れチーズ最強ってわけでもないけどって感じですね。いいな、やっぱり変身前にね、スキル増えなかったんでね、こいつらちょっと使いづらさ自体は変わらないかなって感じは正直あるよね。まあ、スキルも強化入ってはないので、まあ普通のキャラって感じ。リーダースキルは強くなってはいるけど、めちゃくちゃ重宝するかって言ったらそんなことはなさそうですね。ただまあ言うて既存の状態に比べたらめっちゃ強くなってることだけは間違いないね。これがディーナです。はい。で、武器。バインド、枝豆、水コンボ、許可、水ゾロ強、2つに攻撃強化です。スキルは1ターン、ランダムルーレット1個、生成、指と水の攻撃力3倍、最上段横1列を水ゾロ変化が6ターンって感じです。これがジンドですね。はい。さあ、続きまして、アリナ。こちら、元最強どうなったんだ？変身前変わりません。変身後、覚醒から。バインド、封印2つ、回復ゾロ強4つ、雲7強2つ、無効感、回復力は上がってる。ステーも上がって、スキルは変わらず。リーダースキルは木の全パラ 1.7 倍、指3秒延長、木の2コンボダメージ半減、攻撃力12倍です。まあスキル完全にもうあれだね、スキル要因でなら使えるかなって感じ。スキル要因ならかなり強いかなって感じだけど、まあ、それ以外の目的だったらもう正直そんなに強くはないから、やっぱりもう完全スキルキャラって感じやね。まあ火力が増えなかったのが残念というべきか、それとも回復力が上がったから強くなったと捉えるべきかは人それぞれって感じ。回復努力を打つのこのアリナの回復力は本当にとんでもないと思うので、めちゃめちゃ強くなってるとは思います。まあちょっと、ただその代わり火力はじゃないんですけど、例えば100式みたいに、100式別にそんなにいらないんだけど、アリナ、まあ普通のね、なんて言うんだろう、ギミック耐性薬としてだったらかなり重宝できそうですね。はい。普通に強いと思います。そしてアリナ武器、間違えました、合ってました、アリナ武器です。はい。覚醒、十字、チーム回復2つ、体力キラー、気ドロ強4つ、回復強化です。2つ上がってるって感じになります。はい。さあ、続きましてダイヤです。覚醒、封印指、チーム HP2 つ、バインドプラスです。進化後、変身後見ていきましょう。覚醒、封印指プラス、チーム HP プラス、ごめんなさい、封印指延長プラス、チーム HP 強化、ガドブレ10強10強、3色攻撃強化、3色攻撃強化、バインド耐性プラスです。火力は25の 2.5 の2乗なんで、倍率としては、2.5 の2乗だから 156.25 倍ですか。火力は相当上がりましたね。スキルは1ターンダメージ無効貫通、1ターンダメージ半減が4ターンです。リーダースキル、紙タイプの全パラが2倍、やっぱ紙縛り残るよね、そらそうだよね。3色同士で攻撃力12倍、ダメージ半減、固定500万、指5秒延長です。縛りが弱い。
あまりに縛りが弱いっすね。ただその分3色で全般の2倍半券なんで、その分のリーダースキルはバケモンって感じ。まだナロー君よとかも考えたいけど、紙縛りがとにかくしんどいかなって感じ。紙縛りさえ乗り越えれば結構強い。多少かね、今紙タイプ増えてきてはいますからね。全然使えそうだけどね。これか、ダイヤ。武器、バインド、チェム HP、チーム回復、7強、攻撃強化です。強いね。スキルは1ターン受けるダメージを激減、ダメージも交換通。1ターン、紙ドラゴンの攻撃力が 2.5 倍って感じになってます。はい、そしてもう一個の武器ですね。ガドベレスキブ、攻撃強化になりました。ステア上がってます。さあ、続きまして、エレメイです。結構僕、エレメイ好きなんで強化してほしいんですけど、覚醒変わらず、まあ、変えれないが正解か、これ厳密には。そうだよな、これ変えれないよな。あ、まあ、そうよな。で、ステマ上がってて、スキルは1ターン、指回復闇の攻撃ロック、3倍属性吸収、向こう闇ロックが3ターンです。なんかとんでもないことになってるけど。リーダースキル闇の HP と攻撃力が 3.6 倍、指4秒延長、光闇同時攻撃で攻撃力が6倍、3コンボ加算です。これがエレメイです。さあ続きまして、エレメイ武器、チーム回復3つ、追い打ち、無効感、攻撃強化です。強くねこれ。は？武器、超強いけど。で、ステマ上がってて、スキル、全ドロップロックを解除、光闇回復に変化、2ターン、指回復闇の攻撃力4倍です。おい、エレメイ武器だけで動画作れるってこれ、めちゃくちゃ強いやん。回復力 60% 上げて無効感つけれるんでしょ。100式の人権クラス武器やろこれ。なんならもう今までまあアシュリーもね、スキブにチーム回復2つで無効感あってめちゃ強いですけど、このエレメイのチーム回復3つ無効感も相当一緒だと思います。回復欲しいパーティーならめっちゃエレメイ武器強そうですね。結構使う機会は増えそう。スキル、で、フィロです。はい、スキル強化入ってて、1ターン指が2倍、HP50% 回復、1ターンダメージ半減、全員の攻撃力が 1.5 倍です。リーダースキル、光闇の HP が 2.5 倍、攻撃力は20倍、光闇同時攻撃でダメージを軽減、工程500万ダメージとなっております。はい。こいつはまず覚醒は全く強くないと言っていいレベルで強化は入ってないんだけど、そもそも元から指が3秒と特耐性プラスがあるからサポートならかなり強い。でスキルはね、これめっちゃ強いんじゃないかな。指2倍ダメージ半減も強いけど、全員の攻撃力 1.5 倍が4ターンで打てるんですよね。これはかなり一緒だと思う。入るパーティーなら全然使えると思うし、十字系のパーティーだったらなおさら強そう。ピロ普通に一緒だと思います。例えばこの前強化されたプラリネとかもね、あの本当にこのフィロと合わせてあげて、でドラゴンタイプもあるからね、でサブの攻撃力 1.5 倍でかつ重銃も軽く出るんで、普通に全然強いと思う。これがフィロです。結構一緒だと思う。さあ続きましてトウヤです。はい、覚醒変身前がバインド封印スキブ2つになりました。バインド封印が増えましたね。変身後バインド封印無効感3つ、 2way 8個です。尖ったな。スキルはロック解除に2ターン指が2秒延長、敵の防御が激減です。リーダースキル、光総 HP が半減、光と闇の攻撃力が26倍、光闇同時攻撃でダメージを激減、固定1000万ダメージです。結局これはあれか、 HP 半減の激減だから別に単純にこれあれか、 HP 激減 HP 半減と同等か。そんな強くねえな。じゃあ別に、でもまあ面白いキャラではあるけどね。攻撃力も8016まで上がっていて、倍率はすごいことになってますね。はい、これがトウヤです。さあ続きましてエルシャ、進化前バインドスキップ3つ、チーム回復3つになってます。はい、そして変身後バインド、チーム回復3つ、指延長プラス、毒耐性プラス、超つなげし7強、L 字消しです。軽くちょっと上がってますね。スキルはロック解除に、水と光に、ロック解除、水光の二色陣に変化、2ターン指 1.5 倍、敵の防御力が6ターンです。リーダースキル、水の HP と攻撃力 3.5 倍、光、水の同時攻撃で攻撃力7倍、2項目加算って感じです。これがエルシャですね。はい。で、続きまして、リータです。変身後。スキルチャージ、バインドプラス、10強10強、お邪魔耐性プラス、指延長プラス2つ、体力キラー、回復キラーです。スキルは3ターンダメージ軽減、3ターン自分と神とバランスタイプの攻撃力が2倍となってます。リーダースキル、落ち込んなし4色同士ダメージ、半減固定1ダメージ、パズル後残りドロップが6個以下で攻撃力上昇最大40倍となってます。はい。さあ続きまして、デュバルですね。進化前、バインドスキル3つ、封印 2A になっております。はい。そして進化後ですね、こちら。バインド、クライムプラス、封印、2ウェイ4つ、7強7強、無効化無効化になっていて、スキルも左端をヒドロップに変化、1ターン、自分体力、ドラゴンの攻撃力が2倍が2ターンとなってます。リーダースキル、HP3.5 倍に攻撃25倍に2項目加算ですね。はい。
まあ縛りはあるものの強くはなってるかなって感じ。まあスキルは普通に優秀なんで、使える編成があれば結構強さの感じはしますね。これがデュバルです。さあ続きまして、シビニア、覚醒、バインド封印、スキブ3つ、50倍か強化2つです。変身後見ていきましょう。覚醒、バインド封印、指無効感、50倍か強化3つ、ドラゴンキラー、神キラーは変わってません。ステイはちょっと上がってて、スキル HP50% 減少、最初段、再下段、闇ドロップ生成が3ターンになってます。はい、もともと4ターンだったんで1ターン減りましたね。これは編成によっては使えそうだけど、最近ちょっとね、正直ちょっとシビニアちょっとね、需要が落ちてきてはいて、まあ理由がね、アポピスがちょっと無双してるからなんですけど、これ3ターンになったのはかなり強いかなって感じです。火力も25倍に上がってますね、リーダースキル。普通に優秀になってますね。はい。さあ続きまして、ランペード、星5です。バインド、スキベニ、水裂2つで、変身後見ていきましょう。バインド、水裂4つ、超砂消し、毒耐性プラス指回復 L 字です。変身後の回復エルジャーね。スキルは3ターン水の攻撃力3倍、キスネイバインド覚醒無効が全回復が10ターンになっております。はい、これがランペード、懐かしいキャラやね。まあやっぱ星5って感じで、パネマス覚醒、バインド封印3つ、50倍以上強化3つ、雲耐性、操作再生です。スキルは2ターン攻撃タイプと自分の攻撃力が3倍、そして2ターン変身ですね。あ、これ2ターンになったんですね。もともとパネマス1ターンだったんですけど、今回これが2ターンスキルになったことによって、一応パネマススキルがループするようになってますね。はい、でリーダースキル、機能 HP と攻撃力が 3.5 倍、スキル使用時攻撃力が2倍、7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍です。はい、機能 HP と攻撃力が 3.5 倍、スキル使用時攻撃力が2倍、7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍です。軽減率は 25% です。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、3.5 倍軽減か。なるほど。新キャラがなんだっけ？あ、3.8 倍で軽減なしか。あ、なるほどね。で、このキャラは？星5キャラで？何？ 3.5 倍軽減持ち？実質 HP が 4.6 倍？え？何が起こってる今このゲームは？攻撃力が28倍。それも高いけど。まあ、コンボ加算とか追い打ちがないので、まあ妥当ではあるんですけど、でも星5に 4.6 倍出す？星5だよ。グレオンでさえあんな調子だったのに？どういうこと？リーダースキルこれとんでもなくぶっ壊れてますけど、大丈夫かな？で、変身後です。こちら。バインド封印3つ、50倍か強化3つ、雲操作化耐性です。で、スキルは2ターンダメージを半減、回復6か3倍変身です。これもめっちゃ強いけどね、2ターンダメージ半減、回復3倍変身って。パネマス2体入れてループしたらその時点で強そう。で、リーダースキル。機能 HP と攻撃力が 3.5 倍。スキル使用時攻撃力が2倍。7コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍です。あ？なんか、普通に星5なのにめっちゃ強いね。これがパネマスですね。かなり優秀だと思います。てか、なんなら星5のくせに一番強化されてるかも。で、リシェイラです。変身前、バインドスキブに封印2つ指延長です。変身後、バインド封印2つ、指お邪魔、特耐性プラスチーム回復3つです。スキルは覚醒無効全回復、1ターン全員の攻撃力3倍、6解除キー光回復の3色陣変化が6ターンとなっております。リーダースキルは回復十字で 70% 軽減、攻撃力が4倍、キー光同士で攻撃力4倍、3コンボ加算です。さあポロネです。バインドスキブに封印、チーム HP2 つ、変身後こちら、覚醒変わってません。スキルが2ターンダブル吸収無効、消せない覚醒無効全回復が8ターンになっています。そして指は強化されて封印3つ、 HP 攻撃回復キラーの回復強化になってます。手に、指封印、神キラー、闇ドロキョウ6個、10強10強 L 字になってます。強化ドロップを消して攻撃力30倍、悪魔 HP 3.4 倍、攻撃指が2秒延長になっております。はい、っていう感じがね、今回の神器流物語の強化情報でした。まあ、神器流物語はね、とにかく変身キャラが多いのが特徴的なコラボで、まあ、今回もね、あの変身キャラですね、はい、どちらも新キャラが変身キャラということでね、ほんと変身キャラになってるんですが、まあどうなんですかね、まあ性能的には正直普通って感じ。なんか別にぶっ壊れキャラは少なそうな感じはする。ただ面白そうなキャラはちょっといるので、まあまた実際に強化後ね使ってみようと思います。まあ、個人的にはあの前回の動画でちょっと話した、あの季節キャラの色違い強化ですね、色違い進化ですねが結構期待できる感じとあって、ジンギルに関してはまあぼちぼち強くなったねって感じです。まあ、強いキャラもいるので、またね優秀なキャラだけ動画で紹介しようと思います。ということで今回の動画は終わりになります。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。